はい、えー、どうも皆さんこんにちは、えー、レック専任講師の宮口聡としてますえ本日はですね、えー、2020年度の便利試験合格者対談ということで私のクラスの一発合格者である大久保おまきさんに今日は来ていただきました今日はよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたします、はい えっとですね、まああの合格してですね、まだ間もないですし、今あれですかね、研修研修が始まりました、はい、収集というか、はい、今課題を一生懸命やっています。あそうですか。じゃあちょっと今日はそういう忙しい中来ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあ早速ですね、その質問形式でね、えー、やっていきますんで、まず一つ目。 いろいろな資格ある中でをを目指そうと思っったきかかけをお聞かせください、はいは私は特許調査の仕事をしているんですけれども、はい、特許調査の仕事がとても好きなのでこれからも仕事を高品質で行いたいと思っておりまして仕事を高品質にするためには弁理士の知識があった方がいいのかなと思いまして弁理士の勉強をすることにしましまたああそうですか。あの その先行技術調査をする仕事、はい、あそうですかあの弁理士の仕事というのはですね、えー、結構あの原則として、えー、特許明細書これをねあの書く仕事が、まあ、メインなんですがあ大久保さんの場合には先行技術調査ですねでこれ実はですね私もあのまあ弁理士の仕事も今多様化しておりましてあの明細書を書くだけじゃなくてその他人の特許権をですね こう潰すための先行資料まあ失眼前後治療ですね。これをこう探して、えー、本当にその特許は潰れそうなあ候補をね、えー、精査してくれとそういう仕事も結構あるんで、まあそういうのに多分役に立つと思いますよ。はい、ね。はい、えー。まああのまあ大久保さんは今じゃあじ事務所、事務所のって言えばいいんですかね。それは特許事務所ですか。 事務所も併設されているんですけれども今所属しているのはその調査の部署の方ですのであ私大久保さんが、ね、勤務している事務所をよく知ってるんですが <laughs> あのそこの,、ね、あの副所長クラスの人も、ね、実は私の、えー、文科生で、えーまあ、2回で受か,受かってますよ。<laughs> はい、<laughs> 2> であの、まあ、2番目の質問いきましょうじゃあ、ね。 難関資格である弁理士はあの予備校を利用すべきだとまあ思うんですけども、えーまあ、いろんな予備校がある中でですね私の会社の先輩の弁理士の方がやはりレックで一発合格をされていらっしゃる方がいましてその方に弁理士になるにあたってどのような勉強をしていいか したらよいかというところを伺ったんですけれども、はいえー、やはりレックの教材等が良かったという話を聞きましたので、はい、その話を聞いたその日にレックにパンフレットをもらいに行きましたあそうですか、はい、私ですねちょっと印象深いのは、えー、確か大久保さんガイダンスじゃなかったですよね来たのが、はい、なんか突発的に来られた記憶あるんですよ、はい、なんか窓口に、はい、確かそうですよね <laughs>、はい、でたまたま私がなんかその日いて挨拶ような 記憶ありますんで、申し込んだのはちょっと遅かったですよね。はい、ええと入門講座がもうすでに始まってしまって二ヶ月ぐらい経ってしまっていたので、そうそう六五六月、はいね五月末。ということでね。あのこれはどういうこと意味するかというと、遅れて申し込んでもあの一発合格できるというそういうことをね、大久保さんが立証していただけるということですね。まああの一般的にまあ弁理士試験のような難関資格は まあやはり一定の知識あの幅広い、ね、それから一定の深さの求められる知識が要求されますんで、まあ、受験期間は長い方がいいんですけど、まあ、大久保さんの場合はね、まあ、6月ですからちょっと一般的に考えると不利な状況なんですよね。まあ、しかしそんな中で一発合格を果たされたという点はすごいと思いますね。 でさっきあの事務所の先輩があのレックを利用されてたということなんですが、まあ、本当にねあの大久保さんの事務所はねあの私の文科生徒もいますんであのそういう意味ではあ、まあ、大体レックを、えー、選んで受かってきた人が多いと。で現にあの5分の4あよくあのパンフレットにね5人に4人がと載ってますが一発合格者の5人に4人はあのレックの受験生なんでね まあ、そういった意味でもえ賢、ー、明な選択だったと思います。はい、それではですね。まあ、実際に学習を開始して、レックのカリキュラムや講師教材についてはどうでしたか？はいえ、私はずっと宮口先生の講義を受けていたんですけれども、ああ講義の内容が本当に楽しかったので、ああではい。1回も勉強が苦しいと思ったようなことはなかったです。はい、ありがとうございます <laughs> ね。あの 本当にね、その6月に申し込んであのやはり、まあ、大久保さんみたいにですね、えーまあ、授業に、まあ、積極的に真面目に出ていただいた受験生もいればね、まあ、やっぱりあの去年コロナでしたからあのどうしてもね、えーまあ、途中からその、まあ、自宅学習というか、まあ、そういうふうにまあ切り替えて勉強された人も多かったんですけどもね、まあ、その辺はどうでしたか はい、コロナの前はもうなるべく授業に出るようにして、もう先生にお会いして質問をするというのを、えー、思っていましたので、はい、定期的に会える通学はとても良かったのかなと思います。そうですよね。私もあの大久保さんはね、結構あの真面目に出てたなと、積極的にこの授業のある日はね出てた、そういう印象を持ってますね。はい。であと教材、あのレックのテキストとか、あといわゆるミアレジとかあのあるんですけど。 その点はどううでしょうねはいテキストもすごくとても分かりやすくて、はい、あの特に先生の見アレジというのは、まあ、分かりやすくまとまっているのと、うん、さらに授業で蛍光ペンを引いて比較、ね、的に分かりやすいというところがとても気に入っていましたのでその教えを必ず守るようにはしていました。ええ、あ,あの俺の席の蛍光ペンセットあるの知ってますでしょあの段ボールのあれちょっと持ってきてください。 <laughs> 今ちょっと社員同士でね頼んだんですが今あの蛍光ペンって言っていましたけどあの実はね、まあ、大久保さんからもね蛍光ペンいただいたと私は記憶してるんですけど今持ってないかな俺大体ね大久保さんからも,もらったやつ持ってたんですよあの確かねこんぐらいのちっちゃいなんか細いやつありませんでしたこのぐらいのちっちゃい。 はい、ありました、えー、あれ持ってたんですけど今ちょっと持ってないですけどね。<laughs> はい、であ,のあとですねそのレックのテキストをねあの私もレックの講師になって20年経ちますけど2000年から教え始めてますからもう22年目になるんですけどね。で確かにレックのテキストねどんどんやっぱりこの完成度が上がってますね。だそういった意味ではあの長年の,このノウハウハが 集結された、結集された、あの、そういうね、いいテキストになってます。ただ、その反面ですね、レックのテキスト、すごい、こう、あれもこれも、やっぱり、皆さんに伝授したいという、やっぱり、気持ちがありますから。あの、年々、分厚くなってるんですよ。ね、で、それで、あの、まあ、学習、するにあたって、その、まあ、耐えられる書もいればね。その分厚さに耐えられない書も出てくるんで、あの。 私がですね、ミアレジっていうのをあのシンプルにまとめるっていう観点から用意します。あ,あどうもありがとうございます。え、これがね、私のあの蛍光ペンセットなんですよ。ね。で、ちょっとイランモンも入ってますんでね、ちょっと除外しますと。え、これがあの私の蛍光ペンセットですわ。ね。えー、どうですかね、大久保さんからいただいたやつあります？この中に、もうないないですかね。使ってるからね。そうですねどうし、<laughs> はい。えっ、ー、と、あ、この二色。お おペこの二色二色系は、うん、はいお渡ししたような気がしますありがとうございますこれもねなんか女性からもらった感じですかねこれも可いですかこれははいああそうですかではです、えー、ねということでねこういうねネイルメとか、えー、いろいろありますわ映画のはいカットみたいなやつはねあとケチャップみたいなやつはね、えー ちょっっと関係なかったですねすみません。<laughs> 本題に戻しましょうか、話をね。えー、それで、あのあどうもすみませんね。ということでね、蛍光ペンがあの私の授業のね、一つの,あのアイテムになっております。えー、7色用意してください、これから勉強する人ね。えー、ピンクと赤と、えー、オレンジ、黄色、黄緑、青、紫。このね、7色、あのレインボーね。虹も7色ですから、お願いします。 はい、ということでね、今、3つ質問してきましたね、まずは、弁理士を目指そうと思った理由、予備校はレックを選んだ理由ね、それからカリキュラム、講師、教材、まあ、そこまで今、来てます、はい。それではですね、まあ、あの一発合格ですから、まあ、1年間で、まあ、済んだわけですけど、まあ、そんな中、モチベーションの維持とかね、えー、あるいはスランプ克服方法、こういったものがあれば、お聞かせください。はい はい、私はやはりスランプだった時期があったんですけれどもありまし,た、はい、あまして、ええ、その時先生にやっぱり相談をすることによってこうモチベーションを上げたりとかあの克服方法を聞いいたたりとかかはしていましてま、ええええ、そうですかで特につらかった時期に先生にご相談した時に私がボロボロ泣いてしまったような時があったんですけれども、はい、その時も優しく先生が励まして下さって。ええはいはい 一発合格いけるから頑張れというふうなお言葉をいただけたので、えー、それ担当ぐらいでしたっけそれ？はい、え担当のいやもっと前の2もっと前二月ぐらいだったんですけれども、えー、はいなかなか担当の点数が伸び悩んでしまっていた時た期ありましたね。はい、だったのでとっても励まされたなと思います。あまあ私もあのやはりまあ二十年ぐらい教えてますと、やはり受験生がねスランプに陥ることはあ。 ただ見受けられましたのでそれをどう受験生をねこの,あのなんていうんですか引っ張り上げるかっていうところはまあ私としてもやっぱり力量が問われるところだしそしてえ受験生にもやはりそこはね自助努力が必要になってくるからやはりまあ受験生の自助努力とまあ私のまあアドバイスがねこう,うまく融合すればそのスランプをね克服できます。 なので、えー、受験生の皆さんもね、一、あのーまあ、人でこう悩んでおられる人も多いんでね、まあ、そうするとこう、前に進まないことが多いです。なので、えー、遠慮なく、あのー、質問していただきたいなと、まあ、相談も含めてね、それがやっぱり解決の第一歩だと思いますね。そ、はい、そうですねし、まあ、しかしその 1>, 1回でね受かる人っていうのは大体1年から1年半ぐらいで、まあ、受かってしまいますんであの、まあ、大久保さんはね、まあ、本当にマシな方だと思うんですけど本当にねこれ、まあ死者誤入して10年選手こういう人たちも大勢いますこの受験会にはね。でそういう人たちはねどうやってモチベーションを維持すべきかというとまずですねそのやはり現状現状を あのまず地に足つけた現状をまず見極めてで自分がその便利品なった時にこの何をやりたいのかそしてどういった希望的な側面があるのかねそこをやっぱりね明確にしといてもいいと思うんですよ。あのというのは、えー、早く受かる人っていうのはねやはりそのビジョンというものが明確です。えー、明確であるがゆえににそそのあの希望というかか目標に向かってこう あの前進しやすすいんですねベクトルがこのしっかりこう向くべき方向を向いてますから、まあ、そこにこう最短距離で行こうとできるわけですよ。ところがその辺の目標があはっきりしない人はね場合によってはあらぬ方向に向かったりしますから結局こう遠回りになるんですね。だからなるべくねこの身近になんか便利士とかいればそういう人の話を聞くべきだし。 ね、実務者講演会みたいだったらそれも出るべきだし、まあ、今ちょっとコロナであんまり多くないけどねで、まあ、こういった座談会を聞くのもね勉強になるしそういうふうにしていただいた方がいいと思います。で、まあ、大久保さんの場合はね、まあ、幸いなことにその勤めているところにあの、まあ、先輩の弁理士がいてねでうちのクラス出身とかの人も多いから、まあ、そういうこともあってねその身近な人たちをみ見て。 こういう人たちになりたいなと、まあ、そういうところがあったからこそやはりご一発合格の原動力にもなっていると思いますね。はい、さあ今4つ目、えー、まで来ましたけどねズバ、はい、り2020年、えー、つまり令和2年ねあの大久保さんが受かったあそれの合格の決め手になったのは何だと思いますか はい、合格の決め手になったのはやっぱり家族の応援が一番だったのかなと思います、うん、やはり家族の協力がないと私は子どももいるので子どもの面倒を見ることもできなかったのですけれども主人も忙しい中仕事の合間を縫ってあ、はい、あの子どもの面倒を育児をしてくれたり家事を全面的に協力してくれたのでそれが決め手となって頑張ることができたな,なと思います。あすやっぱ、あのー ね、身近な人たちの協力あってこその合格ね、えー、それはあのやはり、えー、今までの合格者見てるとですね、えー、周りの協力、まあ、そういったものが、まあ、あればあるほどですね、えー、合格に近づいてまいりますであとやはりですねその、まあ、置かれてる環境が、まあ、厳しい人もいればですね、えーまあ、勉強にうってつけな環境にいる人いろいろいると思うんですよ。 でまあ、あの自分がですねやはりいいというか自分がしっかりした、ね、その筋道を立てたあの人生を歩んでいる人はねその協力を得られやすいわけですあの言いたいことは分かると思うんですけどだから、まあ、自分がこの身勝手なこう人生とか生き方を知るとですね、まあ、なかなかその周りからの協力も得られにくいんでね、まあ、そういった意味ではその置かれている環境人それぞれあると思うんですが。 まあそういったことに対して不平不満を言わずにですね、まあ、しっかりやるべきことはやる筋道を立てて、えー、道理立てて生きる、ねまあ、そういうことをしっかりと実践してればおの、ねまあ、ずとその困った時に、まあ、他人にこう何かと頼みやすくなるしねで、まあ、頼まれた側もあ協力しやすいとね、普段からお前しっかりやっとるから、まあ、いいよとかね、まあ、そういうことになるわけですよ。ね まあだから、まあ、私からアドバイスできることはね、まあ、一発合格者あのあないしあの短期合格者に共通して言えるポイントがあります。それはやはりですねこれはどうしようというとです、ね、例えば論文を書くときに、まあ、論文試験というのは、ね、あの担当と違って、えーまあ、理由付けが大事です。ね 担当試験は結論が大事ですよ、えー。論文試験はもう理屈が大事ね。で、あの大久保さん、論文は、あ、ちょっとあの論文思い出してほしいんですけど。えー、特実衣装、ね、ありますでしょう。それでね、なんかその、なんか失敗した科目ってありますか。はい、私は衣装を特に失敗しています。ああ、そうですか。衣装ね、ちょっと俺。 大久保さんのトーンで見たんですが思い出しましたね。うん思い出しました。あの多分失敗っていうのはこれじゃないですか。あの問題二の方で、えー、侵害系の問題がありました。あの問題でですね、物品の A と B というのが出て、その類比が不明なんですよね。でも形状が同一で書いてありましたから、なんかね。 これは同一だからもう侵害であるってんか断定してしまってたような記憶あるんですよそこですからねああそうですよね、うん、そこで私はね非常にあのその再現とは持ってきましたんでその遺書に関してですねあのちょっと私も迷ったんですよこれこれちょっとまずいなとでそれであの 確かね、六十点はつけなかったんですよ。五十何点ぐらい私つけたと思うんです。ね、それより実際の法試験低かったですか。<あ>同じぐらいでした。はい、少し低かったです。で <laughs>、ね、ということは若干私の方が甘めにつけちゃったんですけども、でも不合格とはじゃないですよね。受かってるわけですから。はい、おそらくグレーゾーン、ね、グレーゾーンにとどまったわけですね。なるほど。あのつまりですね、あのおそらくここで あの一応ですねなぜその落ちていなかったかというとおそらくやっぱり形状が同一って書いてあるんでまあ一応理由付けにはなるんですよねその侵害であることに理由として形状が同一であるとでそこも何も書かなかったら何も書かずにただ結論だけ形式に侵害であるとそしたら多分落ちてたと思うんですよね。たただだやははり一一応過労してて理由付けがが書いてあったららこの人は形状が同一だから まあ、侵害として認定してしまったんだな。まあ、でも、本当は、こう、場合分けしてほしかったんだけど。まあ、いか、理由付け、書いてるんで、ぐらいで、三角でとどまっている可能性がなんですね。だから、まあ、論文っていうのは。要するに。自分の出した結論に対して。しっかりとした、その論理付けができるかどうかなんですよ。だから、変な話ですね。間違った、ま間違いというか。あの、例えば、模範答案として求められている答えが、イエスだとしても。ノーと答えて。 そのノーと答えてしまったことに対するしっかりとした理由付けがあればですね模範と案と違っても受かるんですよねだからやっぱりその日頃から自分があのあのなすべき行動をねしっかりとしたその規範に基づいて行っていれば何か他人からこう指摘された時でも自信を持って跳ね返せる、ね、そういった生き方を実践している限りその論文試験でも。 何ていうかこの訓練ができてますからあ、まあ、短期で受かりやすいということなんですねだから皆さんもそうしださい、ね、日頃の生き方で筋の通った生き方を知ると論文も筋の自然とその筋の通った論文が書けるので受かります受かりやすいですはい最後になりますけどね今後の目標と、えー、まず今後の目標とですか はい、ええー。今後の目標としては、今、えー、調査の仕事をしているので、<い>調査もできる弁理士になりたいなと思います。うん、はい。今の先行技術調査の仕事がとても好きなので、でやはりそれを生かした弁理士になりたいなと思っています、えーはい。今の先行技術調査分岐やってるんですが、それは、国内国外両方やってるんですか。はい、両方。ああ、そうですか。すそれはいいですね。語学力も鍛えられますからね。はい。で、次に、最後ですが。 試験験を受験する方々へのメッセージですが私は性格がとても素直で <laughs> 欲張りな性格をしているんですけれども私は先生のおっしゃったことを素直に聞いて先生の教えをかなり守るようにはしていました。ですので皆さんも合格したいというところであるのであれば。 自分に合う先生を見つけて素直に教えを守ることで合格することができるかと思います。私は宮口先生のことがとても大好きでしたので、先生の教えをしっかりと守っていました。<laughs> はい、はい。ですのでこれから皆さんも頑張っていただければと思います。どうもありがとうございます。大久保さんね。まあ実はあの私がこうしているネクタイですね。これあの大久保さんからあのいただきまして。 非常に縁起物でございますので大事に使わせていただきますはいでまあやはりあの大久保さんが言っていただいたように歴代のこの一発合格者を振り返るとですねやはりこう素直ですね本当にええなのであの我々の言っていることをねなすべきことをアドバイスするんですがそのそれにこうなかなかこう従えないとなるとね 合格が遠のいてしまいますのであ逆に従えないんだったらその最初からもその先生をねあの選ばないというかこう自分に合う先生を選ぶべきでそ,その時点で選んだらもうやはりあの従うべきだと、ねまあ、そういうふうにして、えー、あの自分の決めた道をつあとは貫く迷うことなく、ね、不動心ですね。まあ、そうすると最短で ゴールにたどり着きます。ね。まあ、そういうことで。あの大久保さんね。あの立派な弁理士になると、私は信じますから。ね。これ、これまでその。まあ、受験で培ったね。まあ、まあ、一回で受かったら、まあ、よかったですけど。まあ、でも、その、その中で、ね。あの、私に内定相談したこともあります。そういうところを思い出して。それを克服して。まあ、受かったんだというね。自信が。今後の。 いろいろとこの自分の前に立ちはだかる壁をね乗り越える時のあの何ていうかきっかけというかね乗り越えるための起爆剤になってくれると思いますからね頑張ってくださいよ、はい、一つ。ありがとうございます、はいはい、ということで、えー、本日は、えー、2020年度の便利試験合格者対談宮口クラスの一発合格者、えー、大久保真紀さんにおいでいただき。えー 対談を行ってまいりました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。あ、最後にですね。あのまあ私の講座も現時点でもうスタートするんですよ。ね。なのでこの、えー、対談を聞いてからね、申し込んでも間に合いますから。大久保様のね、六月ぐらいに申し込んで一発で受かりましたからね。はい。であとまあ私のクラスは。えー まあ通学と通信両方あるんですけど、まあ、大久保さんは通学の方で受かってます。通学ね、通信クラスじゃなくてね。で、通信クラスはあのあの何ていうかう受からないわけじゃないですけど、あの受からあの一発合格者出てるんですけど、率でいうとですね、もう断然通学の方がやっぱり一発合格が多いんですよ。なので、えー、まあ、大久保さんのようにできる限り通学でまああの申し込んでくれるといいのかなと。 ただ今コロナだからね、まあ、無理して応援無理して来いよと俺もあんまり言えないんでねあのなかなかそこは心苦しいんだけど通学で申し込んであの通信的な利用これはも,うもちろん可能ですただ通信で申し込んで通学はできません、まあ、そういうところがちょっと違う点がありますあと通学だとですね、まあ、あの合格ナビゲートゼミとか、まあ、私の,あの副担任に相当する、まあ、安斎先生っていうのがいるんだけど まあそれの中途を受けることができる合格ナビゲートゼミっていうのもね、まあ一応ありますんで、えー、まあそういった意味からしてもね、あの近所というか <laughs> 通える人はあの通学で申し込んでいただければと思っております。はい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。以上で終わります。